おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。おそらくですけど、今まで自分がいくつかこなしてきた中のあらゆるギミックを含めてもう一番厄介なギミックがこのコースに入ってると思います。今30分くらい練習してきたんだけど、それでもね、全然うまくならないんだよね。ここは相当やばそう。まあ、ちょこちょこクリアしたんで、まあ、とりあえず撮ってみるんだけど、これはやばいかもしれないですね。でね、これファントムジャンプ使うんですよね。でも海外の方がファントム知ってるのかな？もしかしたら使わずにクリアできるのかもしれないですね。59秒、60秒スピランなんでギリッギリなんですけど、もしかしたらファントム使わずにいけるかもしれないです。そうすると難易度がかなり下がるんですけど。さあ、どっちなんだろうね。60秒通してはやったことないんで、自分もやってみないとちょっとわかんないですね。おっと、ミスター。危ない。よし、おお、来た来たー。はっ、まあまあこの辺はそんなに難しいコースじゃないですよ。こっからんすよ。あ、違う、この抜けた先、土管抜けた先、やばいのが。ちょっと待って、お兄さん。さあ来た。ほっ、オッケー、サンガリア、オッケー、はいはい、壁キック、壁キック、そのまま落ちる、バネジャン決める、はい、ほっ、オッケー、入ります。残り9秒。にゃー、ミスった、終わった。うーん、ですよね。ここの時点で残り6秒か。さて、ちょっとギミックを見てもらいたいんですよね。このコースの見せ場なんですよ。このコースの見せ場が本当に難しいんですよ。これどういうことかっていうと、この狭い高さで3段ジャンプをしなきゃいけないんですね。それが本当に難しいんですよ。これはね、多分やってみないとわかんないと思うんだけど、これをしかもポイントでやんなきゃいけないんですよね。赤コインがあるからポイントでやんなきゃいけないっていう難しさがあるんですよね。行き過ぎたらこのトゲに当たって死ぬし、手前すぎるとこのトゲに当たって死ぬんで、ポイントでやんなきゃいけないサンガリアをするの後に、なんとファントムを入れて、さらにもう一回ショージャン入れたからのこの隙間抜けなんですよ。ここがね、本当に難しいんですよね。で、6秒つってたじゃん、この時点で。もしかしたらここ止まって上上がってこう入って土管入ってからギリギリ間に合うのかもしれないです。多分外国、アメリカの方だったんで、多分ファントム知らないと思うから、多分それでクリアしたんじゃないかなって思うんですけどね。ここを何十分練習してもクリアで、全然習得できないんだよね。本当に超ミニジャンで3段するのが本当に難しいんだ。来た、ファントム入れて3段。これをやんなきゃいけないんだよね。ここで見せつけてどうすんのよ。ね、この後入って、ここドア入って、ドア入った後にね、ここから何秒よ。まあ1秒くらいか。1秒残してでしょ。やっぱファントムやんないと届かない。いや、でも、マジかよ。なんで？無理だな。3秒じゃ無理だよな。3秒じゃ無理だよね。やっぱ最初はダメだね。最初は決めないとダメだ。最初決めれば少しは短縮。いやー、どうだろうな。わかんねえな。うわー、しまった。うわー、しまった。うわー、ジャンプ出なかった。なんでそこで死ぬの。でもね、どっちにしてもダメだったね。時間足りてなかったわ。ロスったもん。ダージョ。
すきた、来たんじゃねえの ?4 秒あれいけるだろう。いけ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 、いけねえか、これいけないんじゃねえか。嘘だろ、もう本当に。ダメ、無理無理無理。ああ、3秒か、多分届かねえな。くっそー。あとちょいなのに。さあ行こうか。そろそろクリアしたいぞ。ここら辺はね、もうね、ほんと庭のようになったわ、やりすぎて。もう、あのギミックさえなければ、もう100回くらいはこのコースクリアしてるなってくらい、プレイしてますね。ここら辺はだから喋りながらやるのは全然問題ないです。やばいわ、本当にあのギミック。史上最悪だと思う。マリメ史上最悪のギミックなんじゃないあれ。ちょっとパクらせてもらおうかな。作ってみようかな。史上最悪のギミックっていう名前で。本当にやばいよね、これ。えげつねえわ。いや、これさ、クリア難易度、だいぶ低いはずですよ。よっしゃ、しゃあ深呼吸の力、はい、よし、勝ったね。さすがに勝ったでしょ、2秒あるなら。はい、お疲れ。しゃあ、久々だな、こんな時間かかったの。多分3時間はかかった。3時間半とか練習込みで。これは久々だな。過去のね、多分一番時間かかってんのが7時間半で、約7時間から7時間半くらいでチョコ式なんだよね。で、その次が、玄武の時だよね。亀の新設の時で4時間くらいだから、その次くらいに時間かかってますね、これ。で、難易度的には、どう考えてもこれは簡単なんですよ。どう考えても簡単なんです。ただ、最後のあの自分ができなかったギミックだけが難しすぎて、もうそこだけで多分3時間くらいかかってるんで、本当にこのあのギミックが本当に鬼難しいです。これからなんかスピランとかにそういうの組み込まれたらもうお手上げ状態になりますからね。じゃあこちら行きましょうか。時間余ってますからね。あと数コース遊んでいきたいと思いますけどね。なるほど。え、動かない。え、これえ、どうやって右に行きますの。動かねえ。動かねえ。積んだ。さてはしゃがんじゃダメなんだな、これ。右行けんのかな?お、行けた。お、行けた。なるほど。これあれだね、この前やったもんね、こういう感じのさ。強引にドーナツの下を抜けていかなきゃいけないやつ。いたー!オッケー!ちょうどいい尺稼ぎ、おっと、めたい話になっちゃいましたね。さあ行きましょう。でも難易度かなー。はい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 、別にここいいんだね。ランランルー。スピンだね、ここはね。残りの部分を日を変えて、あぶねーやってるわけなんだけど、手が冷たい、まだ。あー、かぶれ。投げる。あー、今メット持ってこえたじゃん。ほっ。あぶね。そのまま行って大丈夫。あー、かぶる。あー、違うね。かぶってスピンで OK だったんだね。ここは耐えて、ほう。かぶるよ。え?は?待ってね、待ってね、わかんないね、わかんない。よくわかんないね。これは投げるんじゃないのかい。あ、ギリギリ耐えた。多分投げるだったと思うんだけどね。
こっちでいいんだね。オッケー。これは、ああ、ちょっと早かった。あ、持ってくんだな、積んだな。いや、意外と大丈夫だったわ。なんだこれ。これは三段ジャンプです。なにょじょーん。これは被んなきゃいけないんじゃなかったの？いや、大丈夫なのか。これ右でいいのかな？オッケーですね。ターン、ターン。これも、ターン、ターン。ターン、ターン。あぶねえ、ギリギリセーフ。ダブ、死ぬ！あぶねえ、死なかった。かぶる！あぶねえ！わかんない。持ってく？これ三段ジャンプじゃない？あぶねえ、なんか持ってけたぞ。大丈夫か？このスピラン。なんかいろいろ大丈夫か？あー、ついに積んだ。パウ復活は？いいやったー、当てた。よいしょ。まだなんとかなってるけど、時間は結構落ちる。投げて。これはそのまま、サンダージャンプ。ヒースピン！オッケー。クロスしかないですね。これは落ち着いて投げてスピン。うん。さあ、残り59秒。ああ、ゴールだ。150秒スピランとは。なんだろう、ジャンプ、N、アイス。N?N? なんだ？ファントミスった。は？あ、しまった。ああ、深く考えたら負けのやつだな。みんな楽しめる50秒スピラン。結構ね、みんな楽しめない難しいパターンも結構あるからね、注意していかないといけませんよ。あまり信じないでいきましょう。難しいスピランだと思ってスタート。なるほどね、赤コインをゲットしなきゃいけないんですね。この右のドアだな。ギリギリ間に合う。蹴っ飛ばす。帰ってこないね。ふわー、オッケー。はあはあはあ、しまった。これ積んだかな。ほっ。帰って。うん、怖い。これ別にやんなくてよかった。タイムロスだった、逆に。ほっ。ドア入って。普通に降りて。大丈夫。短縮できる。うん、花ちゃん。残り14秒。スピンだよね。ぶねえ。じゃあサクッと終わりましょう。パワースターランだって。多分これ走りっぱですね。キープランって書いてあったからね。うほー。はい、お疲れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。